ということで、今日私はですね、鈴鹿八隊の現場にやってまいりました。でこちらですね、私の川崎忍者 ZX25RSE でございます。でなんでここに、自分の、ね、愛車と一緒にいるかというと、今ですね、鈴鹿八隊土曜日、予選やってるところなんですけども、その前にサポートレースということで、川崎チーム忍者チームグリーンカップ、いわゆるまあこのね、25R のワンメイクレースなんですけども、それに、出場してきました。で本来ですね、今年は私あのレースをねお休みしようということで、まあ、やる気なかったんですけれども、今年の4月にですね、丸山博史さんのところのウィズミーさんの壮行会とかイベントで、25R のワンメイクあるから遊びに来なよって言われて、ついうっかりそれに出てしまいまして、そしたらですね、まあ、いっぱいクラス分けがされているんですけど、まあ、タイム分けの都合でなんかね、私そのクラスで、優勝ということになってしまいました。なんかトロフィーもねいただいたりして、でその後ですね、まあ、レース出ないにしても、まあ、練習だけはねしたいよねって思ってたところ、ちょうど、ツインリンクモテギ改め、モビリティリゾートモテギで、この川崎の、忍者チームグリーントライアルというのは、このチームグリーンカップのレースを出場を目指す人とか、それからサーキット走行をね、もう少し学びたい方のためということで、スクールがあるんですけれども、そのスクールになんとですね、今年ウェビックの耐久レースなんかにも出ていて、あと去年、は吉村のチームで走っていた渡辺和樹選手が先生をやるということで、でね、和樹先生選手、以前にもですね、ちょっと走りのことで話聞いたことがあるんですけども、あとはね、ツイッターとか YouTube とかでいろいろ発信されていますが、まあ、なかなかね、論理的で、あとは初心者目線でもいろいろ、なんか分かりやすい言葉でね伝えてらっしゃるということで、一回教わっておきたいなと思って、でそれに、出てみました。でそれが、5月だったかな、6月だったかな、出たんですよね。でその時にですね、今年鈴鹿八隊で、このね忍者チームグリーンカップあるよということで、8体で走れるのと、しかもですよ、私この YouTube コモンチャンネルで流しましたが、ね、2年前の8月、まあ、8体ねはお休みでしたけれども、その時にいい感じでレース走ってたところ、最初のね試験でなぜか一人で転びまして、でその思いがあって、でその転んだそのままですよ、私で、このチームグリーンカップのレギュレーションで、ここで忍者って貼ってないといけないんですけども、この忍者の N の字がね、転んだ時の衝撃で擦れてなくなってしまいまして、で次のレース出た時に、これレギュレーションで違反してるから N の字書いてくださいって言われて、ちょっとねガムテープ仕様なんですけども、フリーハンドで切って貼ったね、ちゃんと直せよって話なんですけど、まあそのまま今回もね、つけて、まあね、その前回やっぱり鈴鹿サーキット私好きなので、なんかね転んでちょっとショックを受けたんですけども、しかもレースで転ぶってなかなかないですね、レースで転んだのも、まあ、まあまあ久々で、まあ、モテギで2回ぐらい転びましたからねなのでちょっと今回はそのままこのレースに出れば、そのエントリーフィーの中に、駐車場シーパドックにね止めておけるそうなんですけども、そして決勝レースもねそのまま見れるということで、そんなお得なレースはない。しかもね、この予選の前に、お客さんもいる中でね走れるということでね、これは出たいぞと。ちなみに私以前ですね、国際レースサポートレースはなんとこの鈴鹿のサーキットでやっていた頃の、世界グランプリ日本グランプリのですね、後座レース出たことがあります。スーパー NK だったんですけども、そして、モテギでやっている今のね MotoGP の時も2007年8年サポートレースレディースレースで2回も優勝してるというね。なので8体でサポートレース出たら、私 4体は出たことないんですよ。なのでもうね、日本のロードレースの国際レースの、ね、制覇っていう感じで、まあそれもあって、ぜひ8体だったらやっぱり
ぜひ出たいなということでね、出るためには何をするか、もうねこれね街乗りも含めて1万3000キロ走っております。1万3000キロ走っているので、まあね、そこそこ整備をしなければいけない。あとはねタイヤですね。タイヤは実は前回の丸山さんの走行会のためにピレリを履いたことがなかったので、ピレリを試してみようかということで変えたばっかりだったんですよね。でピレリに変えて1000キロぐらいなんですけども、まあ、これレギュレーションで、ダンロップの GPR300 じゃないとダメだということで今回は新品に変えました。そしてですね、ディスクは、変えたばっかりだったんですけれども、あとブレーキパッドを変えました。純正に変えました。そしてですねファイナル、前回はノーマルのまま行ったんですけども、ちょっとね合わない感じだったので、この、高速コーナーに合う、感じということで、リアをね3丁落としの、43丁に落としました。なのでそれに加えて、フロントのドライブスプロケットもドリームスプロケットも変えて、それからチェーンも、新品に変えました。ここまで部品代だけでもねまあまあかかってますけれども、そしてですねそれだけではございません、割とねちょっともうフロントフォークが、まあおそらく、中のね、オイルもシャバシャバになっていることでしょうということで、フロントフォークもオーバーホールしてもらいました。ここまで普通にバイク屋さんでやってもらいましたので、タイヤは定価で買っております。ね、恐ろしいですね。タイヤねナップスとかじゃなくて定価で買っております。でもまあね一気にそのフロントフォークとかもね、やってもらってますんで、まあトータル、まあ、一気にやってもらったっていうところで、まあまあ、その分まあ安くというかね、一気にやってもらうからこそ、まあ、できるのかなっていう感じがしますけれども、トータルいくらぐらいかかったかというと、まあ、約30万円、バイクの整備と、パーツで30万円かかりました。そしてエントリーフィーね3万いくらと、共済会費、鈴鹿サーキットの暫定のやつ7000円で、トータル4万円ぐらいですね、エントリーフィーが、とあと、まあ、往復の交通費、それから、宿泊費、そして、せっかく8体観戦するんだったら、ね、私8体は、監督として4年間レース、チームを、ね、率いてましたけども、まあ、観戦するだけだと、まあまあね、もはや面白くないって感じで、なのでせっかくだったら川崎応援席をね、買いたいということで、グランドスタンドで、ね、買おうとしたらもうねあっという間に売り切れていて、でも調べたらですね正規代理店さんからは、応援テラスの席へ買えるということで、ね、テラス席のチケットをですね3万円ぐらいしますけれどもね買いまして、なので、まあ、今日はねもうこれから、レースは朝ね9時半に終わって、荷物を畳んで、Cパドに移動して、そして今日ね今日と明日と、あとね楽しみにしているのが8フェスでね音楽のフェスもやりますけれども、それも結構ねちょっと見てみたい人たちがいるのでフェスも見ようかなって思っております。ということでね、まあ、じゃあレースがどうだったかって話なんですけれども、昨日、フリー走行ありました。で、なんかねあ鈴鹿楽しいって思って、まあなんか高速ツーリングぐらいな感じで走ってたら3分切れず、でこれはまずいと思って予選ね1番に並んだんですけども、それが多分ねあだだったのかな、暑くてね、もう走ってるうちに急に頭痛が起きて、したあこれはもうちょっと、まあ、熱中症の予兆だなと思ってるうちにちょっとねしびれみたいなものが出てきて、あもうこれ熱中症だダメだってことで、もう残り4分ぐらいで、もうピットインしてやめました。そんなわけで、まあ、予選もねちょっとなんか本調子じゃないまま終わったので、相変わらず3分切れないっていう感じだったんですけどもね、で29万グリッドで、でそして今日ね朝、もう昨日はそんな感じだったので、まあ、しっかり寝て、昨日はね抹茶か牛も食べまして、そしてゆっくり寝て朝をね割と万全な感じで、起き入れてということで調子は良かったです。笠持ちは、浜原総道くん、浜原総道くんね今年8台出ないっていう情報があったので、私エントリーして今先にやったことといえば総道くんのスケジュールを抑えることでした。で抑えて朝ね傘持ちやってくれるということでね、ちゃんとねプロなんでね、しかるべき手続きをしてお願いをいたしまして、総道くんに傘持ちをやってもらいました。グリッドはね、10列目
29番手スタートぐらいだったですかね。そして、私スタート結構得意なので、割とね2コーナーぐらいまでね、あのインインで、いい感じで抜けてたんですけど、ちょっとその後ね3コーナーぐらいで飲み込まれたので、もうあとはあの転ばないように走るという感じで、何台か、まあ、抜いたり抜かれたりとかありましたけれども、なんとかね、あの自分なりにあの攻略できなかったところがちょっとね気持ちよく行けたなっていうところもありましたし、うん、なんかさっきちょっとねセクタータイムのやつ見たら結構ばらけててなんでねやっぱね鈴鹿まだね走りがまとまってないんだなっていうのは自分なりに分かりましたけれども、本当ね、あの茂木苦手、袖ヶ浦苦手、七日で鈴鹿はもう本当走ってて気持ちよくて大好きなコースなのでね、ね、次いつ走るか分かりませんけれども、とりあえず今年の私のレース活動はこれにてね気分よく終了できるかなと思います。リザルトまだ出てないんですけれども、多分あの何台かね残念ながらちょっと転んでる人たちを見かけたので、少し前に行ったかなと思います。ということで無事に、鈴鹿8体の、馬のサポートレース忍者チームグリーンカップ完走しました。お緊急で動画を回しておりますということで、ね、あのせっかくレースうまく終わったんでね、そろそろこれを直そうかなと思います。じゃあね、バイバイ。お疲れ様でした。あ、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。大昔に実は同じレースにも出ていたことがあるという内田さんです。こんにちは。あれ何年ぐらい前になりましたかね言えないぐらいですね、うん、96年7年7年ぐらいかな、はい。僕もね、川崎ゼファー1100とかね。そうですよ、そうですよ、忍者で。そうですよ、はい、ね、懐かしいですよ ね、 ね、はい、なんかね、はい、全体的にはどうでしたか。あ、そうですよね、あの皆さん楽しそうにね、はい、やってるんで素晴らしいなとかって思いますし、はい、であの僕とかはね、あのサポートプログラムみたいな形で、はい、まあ、あのレース初めて出る方も含めて、はい、あの皆さんがね、楽しくできるようにということでね、やらさせていただきますので、ぜひねどん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 何でも聞いていただいたりとか、はい、入門するのもね、はい、間口が広く、はい、楽しくできるようにといったところからねサポートしてきますんでね、どんどんチャレンジしてもらえればなというふうに思います、はい。